はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ご紹介どうぞ。はい、管理人室の管理人役で出させていただきました大谷明弘と申します。よろしくお願いします。ありがとうございました。とはいえ、はい、今日の今日、はい、いただいて本当にありがとうございます。実は監督とは3年ぶりですよね。そうですね、はい、3年ぶりにありがとうございます、はい、前作からまた引き続き呼んでいただいて、はい、きっと忘れられてるんだろうなと思っていたんですけどもある日こう素晴らしい随一の演技力でメールをくださり、いやいや本当に感動しましたね。ありがとうございます。今回ちょっとまあね、お時間の都合もありまして、ちょっと友情出演ということで、はい、ありがとうございます。とんでもない、とんでもないです。本当に友情出演みたいな。ありがたい限りです。で、はい、ね、ちょっとした、まあ、友情出演なんで、ちょっとした役ということで、ちょっと一歩抜けた管理人の役をお願いしたんですけど、はい、難しいと思うんですけど、どうですか？いやー、でも、結構キーパーソンの役だったりとかするんで、ちょい役って監督がおっしゃいますけど重要な役だなって自分の中で思ってましたし、そういうのをこうくださるっていうのがねすごく嬉しかったですね。ここでなんか物語がね展開していくっていう役どころなのである意味まあでもあれですもんね、サーカスでもピエロが一番実力者というか、はい、いやいやいや、とんでもないです、とんでもないです。笑いというかそっち本当難しい。いや、まあ、僕これは演出してみて、本当にこうしたい、はい、ああしたいっていう希望をですね、はい、すぐ叶えてくださったなっていう感じなんですけど、はいはい、その秘密をちょっとカメラの前でなんかちょっと一個。ああ、秘密ですか。いや、難しいですね。ですか。いや、企業秘密。いや、でもそんなことないんですけど、でもやっぱり、そうですね、監督を信じられるのが一番なのかなっていう、その、どこですかね。こう、要求に対して。はい、寄りかかるっていうんじゃないですけど、はい、はい、ちょっとなっちゃいましたね。なっちゃいました。これもまたなんか面白い感じで。いや、音一番ね、一番なんか役に迫るところで、いやいやいや、本当にこういう音が鳴っちゃうぐらい遅い時間でこう監督が今時間調整していただいて、本当にもう出ることができまして嬉しかったですね。本当にね、もう来ていただいて、そうですね、はい、どうでしたか今回。その相手役がいないし、ええ、まあその皆さんと会わずにこう映画に出演するという、ああそうですね、難しい、うん、そうですね。でも本当に自分はそういうのは今までなかったなっていうか初体験だったりとかして、でも実はこの演技する前にその浅井役の方の映像資料を見せていただいたりとか、で監督にはもうであらかじめこう設定とか細かいこととかをこう教えていただいたりとかで、撮る前にこうやっぱりいろいろお話ししたりする時間を与えてくれたりとか、だからやっぱりそういう意味ではすんなり入れたなっていうところもあるし、だから監督はもう演出以外にも小垣監督はやっぱそういう環境づくり空気づくりがすごく、前回もそうでしたけど、やってくださる方だなっていうふうに思うので、だそういう意味では本当にやりやすい現場だなっていうのは思いましたね。いや今回実はですね、はい、ちょっと言ったんですけど、はい、逆にこの浅井投手役もお願いできたらよかったなみたいに、はい、優秀してたらギャラなしだからそれでいいかなって思ったんですけど、はいはい、どうですかね、浅井投手だったら、もし自分が浅井投手だったら、あそうですよね、この管理人の人にこうやってもう、いいよいいよ遊びなさいみたいなこと言って事件を招いちゃうわけじゃないですか。そうですね、はい、どういや、浅井という人物はどうですか、好感持てますか、どうですか、独立してやろうと思いますか、ボンボンで育ってきたんだろうなっていうふうには思いますし、ただやっぱなんかそれでもお金持ちでこうずっとやってきたその落ち着きだったりかっこよさみたいなのはあるのかなって思いつつ、だすごく浅井は浅井でこう広がりある役なのかなっていう思いますけど、でも本当に今キャスティングされた浅井役の方のさっき見せていただいたんですけど、はい、ああ浅井っぽいなって迫力満点でした、ね、迫力満点でだからこいつの下で僕は働いてるんだなっていう、でもまあ、ね、こういうちょっとね豪華な管理員室にこう、まあ、そんな最初違うんですか、浅井は最初違うない、迫力が10個ぐらいでしたそうですね、あそれしか違わないんですか、そうです、僕より年下ですか、いや年上です、ですよね、38ですかね、そうなん、でも年代としては一緒ですけど見えない、なんか
四五十ぐらいのこうオーラというかが出てる感じがしますね。でもなんか実際の方はね、なんかあのもっとこう、はい、あのファニーな方だって伺ったので、はい、そういう意味ではなんか全然違うキャラになれてる浅井さんなんだなっていう。なるほど、はい、お会いしてみたかったなっていうのありますね。いやぜひそれは試写会で。あ、そうですね。ぜひぜひ。じゃあですね、最後、はい、最後ですかね、最後にあのちょっとこれを見てくださった方、はい、また「おい大家さんやっぱ演技うまいな」って見てくださってる2人、はい、はい、これ脚本僕も読ませていただいてですね、かなり力が入ってる内容なんですよね。こう推理もあり、屋敷で起こる、まあ、推理劇といいますか、だからかなりこう壮大なストーリーで、あー、これやっぱ監督あの本気だなっていうのを思いましたし、あのかなりですねこれ対策になると思います。ぜひですねこれ多くの方に見ていただきたいですよね。でセリフもですね、あの監督の哲学みたいなのがこう随所に入ってて、あのそこも僕は注目していただきたいなっていうのがあるんですよ。独特のこう監督の、あの言い回しというか、あのおしゃれなセリフがやっぱ多いなっていう、そういうのも含めてですね、あのいろんな楽しみ方ができると思いますんで、ぜひちょっと多くの方に見ていただきたいなっていう。それとあと尾垣監督はですね、きっと未来に向けてこう頑張っていきますし、売れっ子のですね監督になってしまうと思うんですよ。ハードル上げないと。こんなにもうお話できないぐらいになるんじゃないかなっていうね、思いますね。皆さん注目ですよ。きっと今から、今から注目しておいてください。下請けやりづらくなっちゃう。注目しておいてください。もう本当に。はい。もうぜひ皆さんよろしくお願いします。この作品を。ありがとうございました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 。